皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回の動画は、ハイ弾きのコツということで、ハイ弾きに困っている方に向けて、なんか練習の仕方とかコツというか、なんかこう意識したいこととか、なんかこう気をつけたいこととか、その話をベラベラとさせていただこうかなと思います。この1本目の動画では左手のお話をさせていただいて、2本目の動画では右手のお話、そして3本目の動画では機材について、そのギターの機材についてのお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そんな感じでございます。それでは早速、ギターを持っていただいて、一緒に練習をしていきましょう。ギターを持っていただいて、アンプにつなぐ、つながないはお任せします。生音でも OK です。ピックを持って、ギターを持って、一緒に練習をスタートだぜ。イエーイ。で、ちょっくら皆様に、まず一つお願いがありまして、1弦連打練習をまず覚えてください。1弦連打練習。1弦連打練習。どんな練習かと言いますと、もう1弦をひたすら連打します。ダウンとアップの交互で、オルタネートピッキングでひたすら1弦を連打していくと。で、この練習をするとき、気をつけていただきたいことが2つありまして、1つはまず最高速で、全速力でピッキングをするということです。全速力でやってください。できる限りの速さで。で、2つ目に気をつけたいこととしては、リラックスをするということです。肩とか腕とか指先とか、もう一切力を入れずに、もう全身から力抜けた状態でリラックスしても、ひたすらこう全速力で繰り返すです。この1弦連打ピッキング、隙間時間に常にやってくださいませ。この動画をご覧いただいている間、ずっとやってほしいんです。僕がこういう練習をしましょうといったときは、その練習をやっていただきたいんですけれども、ちょっと僕がこう話をしているときとか、話を聞いているときとか、別のことを考えているときとか、ちょっとぼーっとしているときは、常に1弦連打をしてほしいんです。もう、この動画を見始めたからには、もうずっとギターを引っ張るって感じです。常に1弦連打をしていて、僕がこうしましょう、ああしましょうと言ったら、ちょっとその練習をして、で、ちょっと話を聞いているときは、常に1弦連打という感じで、もうこの動画を見ている間は、ひたすら、ギターを弾き続けている状態をキープしてくださいませ。よろしくお願いします。1弦連打、どうぞ、スタートしてください。1弦連打。で、今回もいつも通り画面ドン、ズバババババーンと、ピクチャーインピクチャーしながら、上からのお手元もお見せして練習をしていきますので、よかったら参考にしてみてください。大丈夫ですか？一弦連打しますか？大丈夫ですか？全速力で一弦連打してください。ではでは、本題。まず、左手の使い方を練習する上で何をしたいかといいますと、クロマチック練習をまずやってみたいと思います。7フレットからスタートしましょう。7フレット。やったことある方、結構たくさんいらっしゃるかと思うので、ちょっと今更ですけれども、ちょっと練習をしてみますと、人差し指がまず6弦の7フレット。で、中指で8フレット。薬指で9フレット。小指で10フレット。で、これを6弦からスタートしたら、同じ動きを5弦でも繰り返して、で4弦で繰り返して、3弦、2弦、1弦。というのがクロマチック練習というやつです。ちょっとやってみましょうか。6弦側から、自由なテンポでどうぞ、お好きな速度で大丈夫です。こんな感じ。登るだけでも OK ですけど、余裕がある方は降りて、降りてみましょう。こんな感じで片道でもいいですし、往復でもいいですし、とりあえずバラバラとちょっと繰り返してみてください。で、繰り返しながら気をつけていただきたいことをお話しさせていただきますと、まず、このギターの角度です。ギターの角度。僕の膝が今ここ見えていると思うんですけれども、前慣れをすると手はこういう向きになるわけじゃないですか。で、こういう向きなのに対して、ギターのネックってすごい45度くらいになってますよね。これが水平だとこういうことになりますし、逆にその直角だとこういうことになるんですかね。前慣れをしているギターに対して、前慣れをしている腕に対してギターが直角とか水平とか。で、この角度を45度ぐらいにしてほしいんです。こう前慣れをしている状態でしたら、このぐらいってことですね。45度、もしくはそれ以上、70度、80度。結構水平気味にしちゃっても大丈夫です。前慣れで水平気味にしちゃっても大丈夫です。もうこのぐらいの勢いでネックを前にわっとこう出して、欲しいんです。これ何でかっていうと、このネックとこの体のここのスペース、この空間、ここを広く取りたいからなんですよ。逆にその体とギターがこの平行になってしまって、こんな感じでここの体とネックの空間が狭くなってしまうと、手首がむっちゃ窮屈になるんですよね。で、もちろんこの窮屈になってしまうと、速く動かすこともできないですし、何よりも手首を
痛めてしまうので、気をつけてください。この体とネックの空間はできるだけ広くとるということです。で、そのためにネックを45度ぐらい、もしくは45度以上にバッとこう開く。まずこれが1つ目のポイントでございます。で、その2つ目、椅子に座って練習をしている方限定になってしまうんですけれども、このギター本体の高さも結構大事なファクター、要素でございます。椅子に座って練習している方、今の状態で別に快適ならいいんですけれども、まあ、もし興味があったら、こういう足台みたいなのも用意してみると面白いかと思います。これはセリアという100円ショップで売っていた足台なんですけれども、こういうのを1つ買ってきて、で右足にポンとこんな感じで置くわけです。そうすると、このギター本体の高さが稼げて、ギターのネックが体に近くなって、すごい弾きやすくなるかと思います。椅子に座っている方限定になってしまうんですが、そんな感じ。ベッドに座っているとか、その地べたに座っているという方は、この限りではございませんので、ご注意くださいませ。ちなみにですが、僕はこういう椅子の足にかかとをくっつけて、ちょっと高さを稼いでいることが多いです。そんな感じです。で、その次のポイントとしては、この元左手の使い方になるんですけれども、この親指の位置を、調整してほしいんです。簡単に言うと、親指は立てたりとか、上から覗いたりするわけではなくて、まっすぐ伸ばして、添えるようにネック裏に置いてほしいんです。この4本指はこうバタバタと動いているのに対して、親指はまっすぐ添えるように置いてほしいんです。悪い例としては、あっち向いちゃったり、そっぽ向いたりとか、上から覗いたりとか、あと、親指がこう立ってしまう状態。これがよろしくない状態です。フレーズによっては、ちょっとこう上から出た方が良かったりとかするんですけども、今回のこのクロマチックに関しては、できるだけ真ん中に添える感じで、ここで練習をしてくださいませ。そして、4つ目、次のポイントとしては、この指をできるだけまっすぐ落とすように心がけるということです。まっすぐ。例えば、人差し指だったら、こういう動きということですね。極端に悪くやると、こうです。こう斜めにこう落ちてくるんじゃなくて、できるだけまっすぐ指を落としてほしいんです。で、指をまっすぐ落とすためには、この付け根から動かす必要があるので、できるだけその付け根から動かして、まっすぐまっすぐ、指板に落とすように心がけてみてくださいませ。もちろん、この人の手というのは構造上、内側を向くようにできているので、完璧にまっすぐに落とすことはできません。例えば、このパーの状態からグーの状態に持っていくと、やっぱりある程度こう指が内側を向いてしまうじゃないですか。こういうこと、こういうこと。これをこの小指をバキャーッつって開いたりとか、人差し指をバキャーッつって開いたりとかすることはちょっと構造上できないので、完璧にまっすぐというのは難しいんですけれども、この指の付け根から落とすように、芝に落とすようにフィンガリングをしてみてほしいんです。さっきもやりましたとおり、悪い例としてはこういう斜めの状態とか、あと人差し指と中指がこのネックの下にくっついてしまって、こう曲げて運指をしてしまうとか、こういうのはできるだけ下げていただきたいです。で、親指をこの裏側に添えてまっすぐ落とすって、まあ、これ何がしたいかっていうと、今度はここです。ここにちょっとこの空間を置きたいんです。このネックと手のひらのこの間、ここに空間を置きたいんです。これの一番よろしくない例としては、このネックの下側と指先が、指の付け根がくっついてしまっている状態。この状態は避けたいです。くっつかずにも、できるだけむしろ広くとって、こんな感じです。こんな感じで練習をしてみてくださいませ。で、もっと強いて言うならば、そのね、バタバタしないとかもいろいろあったりとかするんですけども、その辺は練習しているうちに解決することだと思って、ちょっと付け加えないです。まあ、強いて言うならばです。極端に悪くやると、まあ、こういうのを下げていただきたいんです。使っている指も使ってない指も、指板からできるだけ離さずに、みたいな感じで運指をしてみていただきたいんですが、これは強いて言うならという感じですね。何度も言いますとおり、この手のひらとネックのこの間にこの空間があるような感じです。もうこの管があっても、邪魔くさ、これ、邪魔くさ、管があっても大丈夫なぐらい。邪魔くさ、これ、うわぁ、ちょっとこれはでかすぎるかもしれません。まあでもそんな感じです。まあ、こういう管があったとしても、運指できるぐらい、ここの空間を大事にして弾いてみてほしいということでございます。で、このクロマチック練習をこのバババババとこう繰り返していくと、だんだんこの左手のフィンガリングが上手くなってきますので、ちょっくら、今
今みたいなことを気をつけながら、クロマチックをひたすら繰り返してみてください。で、ちょっと隙間時間ができたら、ひたすらまだ一元連打という感じです。一元連打をして、よし、やるぞっつってクロマチックやって、で、また一元連打をしてクロマチックやって、という感じです。まあ、これを1日、別に3時間とか4時間とか言わないので、まあ、時間が許す限り、まあ、飽きるまでやってみていただければという感じです。毎日毎日繰り返しているとね、本当不思議とだん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 指がこう、ね、思い通りに動くようになってきますので、まあ、ちょっと騙されたと思ってやってみていただければという感じです。もちろん、まあ、5分、10分じゃできないですよ。5分、10分じゃちょっと無理ですけども、まあね、ちょっと長期的な目で、ひたすら練習を重ねていただければという感じでございます。あとはひたすら繰り返してみてください。それでは、ちょっくら1本目の動画は左手の使い方についてベラベラとお話をさせていただきましたが、とりあえず、まあ、練習ということでよろしくお願いします。2本目の次の動画では、右手の使い方についてお話をさせていただこうかなと思いますので、ぜひそちらも参考にしてみてくださいませ。それでは、一元連打をしながら、次の動画にどうぞ進んでみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いしましょう。さようなら。